敵な景色は最高のおつまみ。どうも、おかっぱみゆきです。先日私京都に旅行に行ってまいりまして、ずーっと乗りたかった佐賀の観光鉄道トロッコ列車についに乗ってきました。トロッコ佐賀駅からトロッコ亀岡駅まで往復で行ってきました。非常に多くのファミリーやカップルがトロッコ列車に乗っていらっしゃいました。その中で女子2人でビールを片手に景色を楽しみながら乗車させていただきました。ずっとね、渓谷沿いを行くんですよ。川沿い、うん、空気の入ってるボートに乗りながらみんなでこう川を下っていくラフティング、そして体一つで、身一つでね、川を下っていくキャニオニングやってる人の様子がトロッコ電車の中から見ることができるの。そういうレジャーを楽しんでいる皆さんとこう手を振り合ったりするのも楽しかったし、途中でカメラマンさんが一席一席回って記念撮影してくれたりもするの。一番面白かったのはね、車内放送、車掌さんがね、いろいろ喋ってくれるのよ。ギャグとか終点に着く前は歌ってくれんのよ。京都嵐山に行かれる際は佐賀の観光鉄道トロッコ列車乗ってみてください。おすすめ。このチャンネルでは皆さんのチャンネル登録お待ちしています。この機会にぜひぜひチャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いします。そして私 SNS もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。おかっぱみゆきでした。バッハハ。